ております。一人ずつちょっと特徴を言っていくと、この子はベース担当なんですけど、すごくシャイでツンデレです。よろしくお願いします。是从日本的爱媛县，大家知道爱媛县吗？就是蜜柑很有名的地方的，在那边四个人的活动。然后呢，他想要介绍他们的成员。第一个右手边的女孩子，她是贝斯，担当贝斯，然后她有点傲娇个性。傲娇个性。はい、お願いします。はい。そしてギター担当はなんと新メンバーです。哦，新成员。他是新成员。この4人の中では一番背が高くて。170cmあります。他是所有成员里面身高最高170公分。哇，好高哦！よろしくお願いします。谢谢。そしてこの子、ほのかは普通はドラムを担当してるんですけど、今日はツインボーカルとして一緒に歌ってくれます。不思議キャラでものすごく食べることが大好きです。よろしくお願いします。他平常是敲爵士鼓的，但是呢这一次他们是以两位就是双主唱登场，然后他平常是一个非常天真浪漫的女孩子，非常喜欢吃美食。原来如此，如果大家觉得好吃东西记得要做推荐哦。そして私が私の紹介をするとすごく歌が大好きで、小さい頃から日本の伝統芸能である民謡という、歌を習っています。それとものすごく小さい頃からものすごくものすごくアニメが大好きで、ここに来れたことが本当に嬉しいです。ありがとうございます。谢谢。他从小就有在学习日本的传统技能的那个民谣，然后加上他非常的喜欢动漫，所以他觉得这一次可以来动漫节参加，他真的非常的开心，请大家多多给他们支持。好，台下朋友觉得开心的，再次给热情的掌声好吗？啊，他的那个资料夹，展示一下，展示一下，对。对吧，这个是大丈夫的。听完第一首大家还想听吗？我们还有很多首歌要继续演唱哦。それでは2曲目に行きたいと思います。それでは聴いてください。 Don't say lazy。
星空塔比较高，对。然后他们刚才比较说哪一个比较高这样子。すごく感動しました。楽しかったです。对，台湾很开心，谢谢大家很热情的支持他们。今日はどこに行くやったっけ？雑なんか雑貨系のやつ。市場。市場？市場？なんかファッションとか小物とかがこう外にこう並んでて市場になってるところがあるんですけど名前忘れちゃった。屋台するか。屋台かな。そうですね。他们今天要去夜市，然后他们很期待就是那些可以卖小饰品的摊贩。行ってきます。なんと明日で私たちは台北から離れてしまうんですけど、またありがとう。また絶対絶対台北でライブするので見に来てくれますか。イエーイ。他们明天就要离开台湾回到日本去了，所以他们也觉得跟大家分开非常的可惜。可是他们下一次会不会在台湾跟大家见面，会努力再次来台湾表演，请大家站着给他们掌声好不好？でもすごい竹山さんでんごさんがものすごく可愛くてもう大好きになりましたので、もうぜひ次も会いたいということで皆さん拍手をいただきました。ありがとうございます。また下次一定要来台湾の。また次も来てくださいね。はい、絶対行きます。これから歌う3曲はですね、私たちのオリジナル曲です。3曲。第3首歌是他们自己的独唱歌曲哦，请大家一定要好好的倾听哦。まず1曲目は私たちは楽器を置いてみんなで踊りながら楽しく歌おうと思います。好的，请大家呢以热情掌声欢迎他们。第三首歌的话呢是大家围成圆圈，然后一起边跳边唱，大家嗨起来，所以大家也跟他们一起嗨起来好不好？好，好不好？可以一起嗨吗？可以吗？好的，大家准备好了，那我们塔克亚马三六准备好了吗？はい。それでは聞いてください。ハッピー。流れ
オリジナル2曲目に行きましょう。次の曲はですね、ちょっとおしゃれでかっこいい曲です。今まで私たちとは、なんか雰囲気違うなっていうような曲なんですけど、これも私たちすごく気に入ってて皆さんに届けたい歌なのでぜひ聴いてください。他们这第二首歌的话呢是目前他们没有挑战过的一些那个类型，所以他们觉得就是希望大家可以享受一下不同的样子，他们好吗？好的，最后两首特别曲风现场来做挑战，大家准备好欣赏了吗？掌声欢迎！それでは聞いてください。パンクロック。パンクロッカーになりたくてググってみたウィキペディアなんだかよくわかんないけれど。除了贩卖周边之外，有他们的毛巾之外，还可以跟他们一起拍拍立得，然后。
下要记得在舞台那边跟他一起见面哦。それでは、最後の曲のなんていう紹介をさせてもらいますね。はい、はい、最後の曲はですね、私の初めてのオリジナルソングです。はい、で他说这一首歌是他自己读他自己作词的歌曲哦。そして、作詞は私がさせていただきました。あとですね、はい、ありがとうございます。この曲は、ファンの皆さんからいただいたと言っても過言ではないものすごく貴重な歌です。なのですごく大切にいつも歌っております。開始されて iTunes さんや Amazon さんなどたくさんのところでダウンロードできるので、よかったらダウンロードしてくれたら嬉しいです。这首歌呢是粉丝就是给他的歌曲，他非常每次只要唱这首歌，这首歌他就会想起粉丝，所以呢希望大家也可以给他支持。然后去年的12月20号已经上市了，所以大家可以在 iTunes 还有 Amazon 下载这首歌。